はい、どうも、私でございます。今回はファイナルファンタジーレコードキーパーダーコーディーンのコーリパーをやりたいと思います。生放送でもクリアしてるんで、まあ一応もう一回ちょっとおさらいしながらやろうかなって感じです。メンバーはこんな感じですね。ノエルさん、スコール、ラグナ、スノー、エアリスですね。まあ人気もつる程度集めてて、ノエルさんとスコールでもうガンガン強式会場で、ラグナが弱体で、スノーはチェーン役ですね。あとバフがあるんで、でやりた回復って感じです。まあ結構持ってる感じにはなってるんですが、まあいろいろポイントはあります。それはまあ喋りながらでいいと思うんで、あとはもう魔石ですね。キマイラブレインエンブリザードで攻撃力を増してます。であとのところがこうマディーンですね。パワーアップアンチマジックとアンチアタック入れて、あとパワー、あとフィジカルアップですね、2個入れて、であとはマテウスのバーエアロとアンチアタック入れてます。であとはマジンのパワーアップ2つですね。もうさすがにダーコーディングぐらいになると、まあ結構覚醒とか入ってるんでそこら辺使うんですけど、もう無理です。もうこれだけ言っときます。もう今から星5魔石ぐらいまでだったらそんなにねいらないかなみたいな、魔石継承特に無理やりしなくてもまあいける感じですが、もうさすがにねダークオーでは魔石継承しないと勝てないんで、ちょっとそこは注意していただければ。でまあフル大しながらレジェンドの方も HP とか攻撃力持ったりもしてます。で塚のメイジです。さあ行きましょう。ベストタイム41なんですけどね。まあまあまあいろいろ喋りながらやっていきたいと思います。注意点もいろいろあるんで、多少でも参考になれたら嬉しいです。まあ苦労しますもんねダークオーディーンは。本当に私も苦労しました。相当かなり苦労しましたからね。はい、じゃあ行きましょう。まずやることは氷をこれ入れないといけないんで、初手でね、まあ何度も飛ばされたことありますけど。でアイスクール、フロスト、エイスが円安ですね。もう基本的にノエルとスコールさんは円安でゲージ貯める感じですね。でアイスクールラッシュ でスノーもゲージダメです。でラグナさんは弱体化を入れたいんで、フロストオファーしまくるのと、あの魔石を使う用意。最終フェーズではもうメイジ打ちまくり要因なんですけど、これがゲージダメです。序盤はゲージダメで、ここでエースとか来るんでバニッシュレイドで防ぎ、ああ解除ですね。でここでこの食らうんで、これ覚醒打ちます。もう覚醒打っとかんと回復は間に合わないんで、回復1枚にしてこんだけ攻撃的に寄せてるけど、それでもいけるかどうかわからないぐらいな感じなんで、回復2枚でいくってなったら相当やっぱきついっすよね。エアルじゃもうとにかくエアリスはゲージ溜めまくらないといけないんで、起きた瞬間にガンガン思考停止で、あたこうで全体回復してくれるんでめちゃめちゃ助かる。エレメンタルドライブで、ノエルさんはこれ弱体化の超絶を打ちます。デバフと弱体化ですね。アイシクルジャベリン、これめちゃめちゃ便利なんで、これはかなりポイントです。でスコールはまだ食べますね。スノーさんこれリベンジボール打ちます。リアルじゃアイシクル、ああ間違えた、まあまあまあ全然いいっすわ。ラグナはこれ強式ですね。これ魔石打ちます。標識をそのまんまにしておくとやっぱ途中暫定付けの攻撃がちょっとでかいんで、でスコールとノエルが覚醒打つまではどうしても標識解除できるのが魔石だけになっちゃうんで、でこれまといます。まといチャンスリベンジウォールでバフですね。初手の時にこれヘイスガも入るんでリベンジウォールを最初初手で打つってのしてたんですけど、最後息切れしちゃうんすよね。
だから覚醒を使えるようになったタイミングとチェーンが始まるタイミングでちょっとでもバフを使える時間を伸ばしたいんで、4ゲージ溜まってからリベンジボール打って、で次の行動でノエルはチェーン回すって感じですね。ナイス回復、回復がたくさん組んだ、嬉しいですね。でそのおさこチェーンですね。でスコールはここ食らってから多分覚醒打てるかな、ちょっとだけ待ちます。今待ちますね。これチェーンですね。バフ入れて即チェーンなんで、で17秒なんで、まあ結構ある程度のところまではダメージ入れてくれるんで、まあ最後のところはまだ覚醒で押し切れないんで、最後はオーバーフローって感じですよね。でノエルさんも、あぶね、ノエルも続きます。でこのエアロガーの次かな、あこれ大丈夫ですね。タイミングが悪かったですと今のエアロガーで踏みととか剥がれるんで、もうちょっとしたらブリザーガーが来るんですよ。そのタイミングの前に踏みととか剥がれたらこのチーム自体はもう無理、やり直しです。あとはもうスノーは攻撃でナイスです。よし会場でスコールさんとあとノエルさんでもう強いでしょ、まあ、最低2回行くんで運が良かったら3発打ちます。あんまそこに依存はしたくないんですけどね。ザンテス剣3000、はい、ノエルも覚醒打ちます。ノエルさんもねかなりやらかしてくれるんで、ノエルの攻撃力でもクリティカルが入れば強式3まで全然解除できるんで、まあ、2枚いるからガンガン強式を解除できるって感じですね。やるだけでも、序盤に関しては、まあ、もうちょっとで序盤の山場ってのがあるんですけど、まあ、そこを超えれるかどうかってのがどうですかね。多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ、別にこのスコールさんが標識行くけどすぐ解除、まあ、3回引いてくれるのが一番嬉しいですけど、まあ、別にちょっと2回でもそんなに問題はないかなって感じですけどね。いやでしょう、アイシクルブリッド強いんですよ、強いんすよ、標識に。で魔石封印ですね。魔石は役に立ったんで、標識さんありがとうございます。防がれたと思ってたけど魔石が入ってくるんですね。今のはラッキーっす。へい、もう弱体化6までいってますからね。ノエルさんの弱体化は入ってるんで、もうガンガンダメージ入ります。こんだけダメージってまだ3分の1ですからね、ダメージ。ここっすね、この次に、ブリザーガが来るんで、今のところで踏みととか剥がれたらもう正直やり直し、次のブリザーガがすぐ来るんで、アシクブリッド絶対耐えないといけないです。多分強式さんでも解除できるはず。 OK、 なんとかクリティカルが、ここですね。ここでパリになるんで、踏みととか剥がれるんで入れ直します。もう絶対まずここのブリザーガで踏みととか剥がれるってのも確定条項なんで、ここで踏みとどを張り直す、もう一度踏みとどを張り直すタイミングがあるんで、まあ、できたら、そうっすね、グングニル、今日グングニルが最終フェーズに入って、今日グングニルが打ってきた後で、イノセントキュアですかね、タイミングとしては、ゴールド、アイシクルプリット、いいね、もうあとはもう最終フェーズに向けて、もうとにかく削り、削る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 ですわ。強式解除強い、スコールさんが強いんすよ。まあまとってるってのがあるんでしょうけどね。 OK、 3回来た。この3回来るとでかいっすわ。
アイシクルラッシュ、エアルジャ、ロスト、レッドウェルカン、エンエアロ。そうですね、チェインは更新しましょうか。チェイン更新します。もうちょっと粘れそうっすけどね。もう一旦待ってもよかったかもしれないですけど、まあもう早めで、ね、多分全然問題ないんで。あー、もう一旦いけたかな。もしかしたらもったいなかったかもしれないです。これ最終フェーズですね。でグングニルでキャンセルですね。チェーン入れたかったですけど、まあまあまあ、実は別に聖域を犯させる。ここはすぐ攻撃してこないんで、チェーン打ってで、ここでイノセント9はナイス、ありがとうございます。でもスコールさんはもう息切れしちゃったんで、こっからはオバフロ祭り。まだ覚醒ギリの間に合ったんで、オッケー、ナイス。チェーンの残りで、残りカスみたいなので行きましたわ。ナイス、オッケー。できたらこれラグナメイジが良かったかもしれないですけど、まあまあまあいいっすわ。グレイプニルでチェーンあり直してメイジ、うん、そうですね、魔石打ってメイジ、メイジかな。どうせスキルラッシュされて何もできなくなりますから、アビリティがなくなるんで、このスキルスラッシュでほぼアビリティゼロになっちゃうんで、必殺技しか打てなくなるぐらいな感じですから。ブラスティングゼロ、これがまだ強いですから、クリティカルがいけば多分カウンストだけど、6万ぐらいだと思います。7万か、おい、ええやないですか。エリス待機して、あー、まだいけたら使うぜ。メイジいきます。でここで溜まってるはず。うわ、オッケーオッケーオッケー。でも踏みとどが剥がれてないから、次食らった時に打ちますわ。危ねえ、もうすぐまた来るんで、エレメンタルが。いや、さ、待機します。あいつ、これブリッド、あいしゃい。もうバフが切れてるんで勝ったい勝ったいですけど、よいしょよいしょよいしょ。魔石打ってスコールはこっちですね。でここでたまるんで、イノセントキュアっすね。このイノセントキュア打ってエレメンタルを2回た1回か踏みとどを剥がさずに耐えれるぐらいあるとやっぱいいっすね。一回一回エレメンタル食らって、踏みととか剥がれちゃうと、持たないんで。ブラスティングゼロ。ドゥーン。おりゃー !7 万。強い。オバフロ、オバフロってすげえ。モエルサーは超絶打ちます。で、ここでも踏みととか剥がれないんで、なんとか。もうちょいもうちょいもうちょい、ういっす。メイジおりゃ、もうちょいっすね。こんだけ追い込んでもまだいかないと。ここで一発ガツンとくるんで、そこでたまってまたイノセントキュアっすね。やりそう待機、ええとええで、スコールのオーバーフローで多分決まると思うんですけど、エルサも打って、ここで待ってね、速攻で、うわ、イノセントキュア足りなかった、マジか。いやー、これもう勝負っす、もうイノセントキュア入ってる。マジか、いけるかな。あ、いった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 、あぶねえ。最後のとこかなり誤算でしたけど、まあまあまあ、なんとかこんな感じでクリアできました、無事。
間際ポイントもたまったんで、あれ38秒ですか、更新しましたね。はい、こんな感じでございます。まあ結構まあ覚醒が揃いまくってて、まあ Q チェインっていうのがかなり個人的には微妙かなと思ってるんですけど、とにかくもう継承です。継承して強襲を解除するところをタイミングをうまく合わせる、で魔石継承して本当に HP と攻撃力かさ増しする、で神器入れる、で星6アビリティの精錬を、まあ、最低でも4段階するって感じですかね。まあある程度運にも左右されるところはあるんですけど、もうちゃんと対策できる場所は決まってるんで、そこさえ対策できれば、まあ、こんな感じで結構無理やりだと思うんですがいける感じでございます。はい、これで1属性目なんで、また他の属性もやっていこうと思ってますんで、もしよかったら他の動画見てくれたら嬉しいです。それでは失礼します。バイバーイ。